名古屋市道江川線は、名古屋市西区の秩父通交差点から、中村区、中川区、厚田区を経て、港区の名古屋港、ガーデン埠頭に至る、名古屋市の市道である。名古屋市により、江川線が公式な愛称として制定されている。秩父通交差点から浅間町交差点までは、名古屋市営地下鉄鶴舞線が、日比野交差点から終点までは、名古屋市営地下鉄名高線が、 それぞれ地下を通っている。国道や県道ではないが、名古屋市を南北に抜ける道路として重要であり、交通量が多い。西区省内通から中川区三大まで名古屋高速道路6号清洲線を及び、都心環状線が上を通っている。また、三号から港区役所付近までは4号東海線が通っている。江川線の名前の由来は、もともと江川と呼ばれた、 用水路を大正時代に暗渠化して道路としたことからその名称がついている。また、1984年に名古屋市が市内の道路の愛称を公募した際に、従来から用いられていた通称をそのまま道路の愛称として制定した。かつては名古屋市電が付設されていたが、交通環境の変化もあって1971年までに廃止された。ありがとうございます。